小西祐介は、大阪府松原市出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。名前の、優の字は、旧字体である、優である。松原省では、軟式野球に所属。中学校では、河南シニアに所属し、関西大会で優勝。PL 学園高校時代には、今江敏明、桜井光大、浅井秀樹らと同期。今江と共にクリーンアップを組んでいた。 高校卒業時プロからの誘いがあるも東京農業、大学生物産業学部に進学。大学時代には1年から常に中軸で活躍する。4年時には首相としてチームを牽引し、春季、秋季で MVP を獲得。また秋季には三冠王も獲得した。大学通算30本塁打。その他、ベストナイン2度、関東賞を獲得している。大学、 学部の先輩に、ホークスの先輩の稲峰誉れがいる。2005年の育成ドラフト会議にて福岡ソフトバンクホークスから一巡目指名を受け、育成選手として入団。2006年5月23日、自身と同じく育成選手として入団した西山道隆と共に支配下選手契約へ移行 NPB の球団と育成選手契約を結んでいた野手では、 初めての支配下登録選手になった。同年6月2日には出場選手登録され、西山に続いての育成ドラフト出身選手の昇格となった。翌6月3日には代打でプロ初出場。その後、柴原用の代役で3番を打ったりもしたが安打を放つことはできず、1ヶ月ほどで出場選手登録抹消。その後、 再登録されることはなかった。ソフトバンク時代の小生2007年は8月23日の対埼玉西武ライオンズ戦の第4打席で岩崎哲也からプロ入り初安打を記録。これが育成ドラフトでプロ入りした選手の1、軍初安打となった。2008年1軍で39試合に出場。5月6日には東北楽天ゴールデンイーグルス。 戦の第一打席で長い例からプロ入り初本塁打を打ち、育成ドラフトでプロ入りした選手の初本塁打も記録した。2009年は代打としてチーム最多起用されたが、前年より成績を下げる結果に終わった。2010年、二軍で打率。307、12本塁打、64打点の成績で、ウエスタンリーグ首位打者、打点王、最多安打のタイトルを獲得。 一軍にも昇格はしたものの、一類種、左翼でともに競争相手が多く、出場機会がないまま登録抹消され、そのままシーズンを終えた。2011年、二軍で2年連続の打点王を獲得するも、一軍では一試合一打席の出場に止まる。2011年11月7日に、金銭トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍した。2014年、 5月10日のイースタンリーグの対東京ヤクルトスワローズ戦で審判への侮辱行為で退場処分となり同月12日にコミッショナーから厳重注意と制裁金5万円の処分が課せられた11月10日に育成選手契約を結んだことが球団から発表された2015年7月1日に支配下登録選手へ復帰復帰後は 一軍公式戦17試合に出場した。しかし、移籍後初めて本類打を放てず、打率も、140と低迷。9月29日には、球団を通じて、現役引退を発表した。12月2日付で、NPB から、任意引退選手として講じ。2016年より、仙台市内の牛タン店に、見習いとして入社。 その後、神戸やロサンゼルスでも修行を重ね、2020年5月、福岡で牛タン店、博多牛やタン、平を開業させた。ありがとうございます。